バッファローシティは南アフリカ共和国先ケープ州の都市である。人口は約81万人。2000年の自治体再編により、イーストロンドン、ビシオ、キングウィリアムズタウンが合併して発足。当初はアマトーレ軍に属す地方自治体であったが、2011年5月18日に都市圏へ昇格、軍を離脱した。バッファロー側とナホーオン側の間に位置し、 インド洋に面している。イーストロンドン地区が南アフリカで唯一の加工として建設され、元はポートレックスと呼ばれていた。自動車産業など。ドク・ダイムラーの工場があり、メルセデス・ベンツ C クラスを生産し、日本、英国、北米などへ輸出している。プロフィール・オブ・ザ・エグゼクティブ・メイヤー。バッファローシティ政府。2021年3月8日閲覧。 サウスアフリカ、アドミニストレーティブディビジョン。シティパプヤレーション、で、2021年3月8日閲覧。バファローシティメトロポリタン・ミューニセパラティ、オーバービュー。ミューニセパラティス・オブ・サウスアフリカ、2021年3月8日、閲覧。AB、ポート、エリザベス・イズ・ナウク・ケーブは、アンド・アザー・ネーム・チェンジズ・フォー・タウンズ・アンド・ヤ・ポーツ・イン、サウスアフリカ。 ビスネステック2021年3月8日閲覧。ありがとうございます。